まりストーリー。飽きたわこの住宅街、飽きたわね、シベリア。早まりストーリーのミミマルです。はい、ということで今日はミミマルも住民も全員飽きて飽きて飽きまくっているこの住宅街をぶっ壊しまくって新しい住宅地を作っていこうと思います。ちなみにぶっ壊す前のこの島を夢見公開します。概要欄に貼っておきます。ゆうたろうのお墓参りしてね。どこにあるか見つけられるかな。さあ住宅地作り1分間でやるよ。よーい、パンパン参る。ということで完成しました。疲れた、誰も手伝ってくれなかった。それぞれの住民の雰囲気に合ったお花をお庭に植えてみました。1段目はドレミとカモミとハンナとシベリアです。まあ遊ぶところはね、おいおいこの前に作ってあげようと思います。2段目に行きます。2段目はチャチャマルとパッチ。パッチは緑はまだ生えてないけど雑草も植えてみた。オッケーとベンです。そして3段目はリッキー&ママコの場所です。イエーイ、かわいい。パッチがいる。今回この階段段段住宅街にした一番の目的は、3段ある全部の住宅を一気に見渡すことができる絶景スポットを作りたかったからです。では見てみるよ。ドキドキワクワク。見えない、リッキー&桃子の3段目見えない。置く場所間違えただお。前の住宅地の方が良かっただお。ポンポン回る。チャンネル登録よろしくお願いします。東洋力ちゃん、よく言えたわね。でしょ。